素晴らしい演奏は和太鼓奏者片岡亮太さんでした。9月5日世界ミラクル音楽祭第2部の演奏を開始いたします。第2部の最初の演奏は和太鼓で片岡亮太さん、ホルンの山村優子さんのユニットでアッジャーリアです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。世界ミラクル音楽祭楽しんでいただけてますでしょうか。ここからはですね、和太鼓そして、ホルンによります我々アジャーリアというユニットで活動しておりますが、この2人の演奏をお楽しみいただければと思います。改めてメンバー紹介させていただきます。ジャズホルン奏者で作曲家の山村優子、そして和太鼓は片岡亮太でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。新型コロナウイルス感染症はもちろんですけれども、台風であったり、そして最近ちょっとこう中規模の地震といいますか、もう起きていて、自然災害の不安も広まっているところです。そんな中でですね、皆様にちょっとでもこう音楽で心を楽しく明るくなっていただければと、そんな思いで我々演奏をしております。生の音楽にお客様の前で生演奏をお楽しみいただくというのにはまだまだ時間がかかりそうな中、こうやって配信という形で音をそして言葉を届ける時間をいただけていることを大変ありがたく思っております。主催者の皆様、そしてこの東京都慰霊協会の皆様、そして何よりこの配信の環境を整えてくださっているスタッフの皆様に心から感謝しております。ありがとうございます。これからですね、アジャーリア演奏をしてまいります。曲はですね、まず山村優子が作曲しました。柔らかくて暖かな風が大切な人の心に届いてほしい、そんな思いで書きました。ほのかな風と書いてほの風という曲。そして、僕のオリジナル、自然はその災害も含めてですね、ちょっと怖い部分もあるんですけど、それでも人間を生き物を育んでくれている、そういう温かさ雄大さも持っています。そんな自然への感謝祈りを込めた大地という曲。そして続いてですね、山村優子の本来はジャズの曲なんですけれども、 Take Your Hand という曲を聴いていただきます。この曲 Take Your Hand、 あなたの手を取るというんですけれども、山村優子実は阪神淡路大震災で被災した経験も持っていまして、そういう中であったり、さまざまな経験を通してあなたの手を取る、そして取りたかった手とか、そんなさまざまな思いがこもった Take Your Hand という曲、ホルンをフィーチャーしてですねお送りしたいと思っております。ほの風、大地、そして Take Your Hand をすべて続けて、お送りしたいと思います。準備でき次第演奏をさせていただきます。お楽しみください。Mm-hmm.
Thank you.
ありがとうございました。ほの風大地、そしてテイクやハンド続けて聴いていただきました。続いての曲で最後の曲となります。カンからリという曲をお送りします。この曲も山村優子作曲、そして作詞も手掛けてくれた民謡調の曲なんですけれども、この世界中が今大変なことになっておりますけれども、こういう時期を乗り越えて、一日も早くですね、皆さんと僕たちと温かい音の輪でつながれる日を心から願って演奏させていただこうと思います。カンからリは途中ですね、何回も囃子言葉が出てくるんです。カンカンカラリカンカラリという言葉が出てきます。僕がカンカンカラリカンカラリと言いましたら、皆さんもカンカンカラリカンカラリとですね、飛沫感染の心配がないところにおられる方のみですね、声を出していただいて、いろいろ心配な方は心の中で言っていただいて、そして手拍子足拍子踊ったりとか、一緒にですね楽しんで、この暗雲を一気に吹き飛ばすような空気、一緒に作れたらなと思います。最後までお楽しみください。カンからリです。
さんと山村さんありがとうございました。心の歌バンドの三木康子さんのピアノの演奏と、全盲のバイオリニスト白井高明さんの演奏です。白井高明さんは1995年、1997年現在のヘレン・ケラー記念音楽コンクールで連続1位を捉えています。演奏、講演、ラジオのパーソナリティでもご活躍で、陸上の世界選手権でも入賞されたりとかしている素晴らしい方です。はい、では演奏をお願いいたします。ご紹介いただきましたバイオリニストの白井高明と申します。今日は、ミラクル音楽祭ということで、こうして慰霊堂という素晴らしい場所にですね、皆さんと共に立つことができて、とても嬉しく思いますし、まあ、無観客配信という、ね、ことで、なかなか難しい時期の決断だったとは思うんですけれども、その分全国そして全世界の方々に、見ていただけるというそういう喜びも、ね、あるのかなと思ってですね、皆さんが聞いているのは
パソコンとかね、スマートフォンの前かもしれないんですけれども、この場所に皆さんの思いが、届いていますので、それを感じながらですね、演奏の方をしていこうと思っております。よろしくお願いいたします。3曲演奏させていただこうと思います。まず1曲目は、ショパンのノクターンのですね、エイハ短調という曲があるんですけども、これピアノの曲として有名なんですが、実はバイオリンでの演奏も、たくさんの方々がされておりまして、僕も久々に演奏するんですけれども、とても美しい、そして、悲しみも深い曲で、こういうね、異例堂で演奏するのにはなんかすごく深い意味を感じる曲だなと思って、心を込めて演奏したいと思います。ノクターンをお届けいたします。
ありがとうございます。続きまして、このミラクル音楽祭、実はミラクルテレビというですね、4月からスタートしました Zoom を使ったですね、企画がありまして、それをそこに集まった皆さんで、こうして音楽祭をやらせていただいているんですけれども、このミラクルテレビに僕が参加するきっかけにもなったのが、実は音楽ではなくて囲碁なんですよね。僕も2年少し前から囲碁を勉強しておりまして、去年くらいから本腰を入れてですね、ちょっと、まあ上を目指してやってみたいなと思って勉強し始めたところで、新型コロナになってしまって碁会所とかにも行けない、ね、状態が続いて、いるんですけれども、その囲碁をやっていたことによって、出会った皆さんがいらっしゃる、でこのミラクルテレビに参加できたと。そんなつないでくれた囲碁、僕はもう囲碁といえばもう大好きなアニメ、光の碁というのがありまして、このアニメがあったからこそ囲碁に興味を持ち、囲碁を打てないと思ってたものが、何十年経った今打てるようになって、そしてそれがきっかけでこのミラクルテレビ、それがミラクル音楽祭につながることができたということで、原点ともいえるですね、光の碁の曲を今日はせっかくなので演奏しようかと思いまして、一番有名なねテーマになっています Get Over という曲を今日はピアノとバイオリンの演奏でお届けしたいと思います。
ありがとうございました。光の号をお届けしました。最後になりますけれども、僕は空にすごく憧れを持っていまして、空には星や月や太陽、雲、さまざまなものが散りばめられています。そんなものを、ね、感じることはなかなかできないんですけれども、音楽であれば、自分の中で表現したりとかですね、感じることができるんじゃないかということで、空の旅をした時に、する時に、空のお散歩をする時にですね、流れている、テーマの曲をお届けしていきたいなと思います。ディズニーのナンバーアラジンよりホールニューワールドをお届けいたします。白井孝明さん、三木康子さん、もう本当吸い込まれ、はい、今僕の横に来たこの素敵な男性が白井孝明君です。本当に不思議なことにですね、去年の9月頃かな、で僕たちはあの大船渡の囲碁で大船渡を復興するということで、五石観岸囲碁祭りというイベントをもう6年間続けています。三大タイトルさんが2回来たりとかですね、いろんなことが起きていまして、そして2020年の9月まさに今頃ですね、東京オリパラが終わったら、スポーツもいいけれど文化芸術で僕たちはイベントやろうということを計画をしていまして、老若男女
障害があってもなくても、みんなが楽しく豊かにつながり合う、そういうイベントをしようよと考えて、そして僕の若い友人である柿島光晴さんという方が3人の素晴らしいミュージシャンを紹介してくれたんですね。それが白井孝明さん、大石彩子さん、片岡亮太さんであったわけであります。それから最初に出た李翔君君という素晴らしいピアニストも僕たちと一緒に活動した方でありまして、そんな形でいつの間にか本当に素晴らしい、音楽祭が、ミラクルな音楽祭ができてしまったと。で、私たちのバンド2人ですけども、それと白井孝明さんで情熱大陸という素晴らしい、演奏をしていただきますので、よろしくお願いをいたします。Thank you.
ありがとうございました。かっこよすぎですね、もうね。ですね、武蔵野音楽大学の声楽科を卒業されて、ソロ歌唱のほかバンド演奏、ピアノの弾き語りなどで活躍されています。これからですね、一緒に演奏されます全盲の弁護士大小田誠さんとの間に2人のお子様がいらっしゃいます。でですね、ここ次の曲では、はい、心の歌バンドの創作ソロ手話歌の武 DS さんもご出演くださいます。はい、皆さんこんにちは。今日ここで演奏できることとても嬉しく思います。どうもありがとうございます。最初にお届けする曲は私のオリジナル曲で、ドキドキという曲です。なんとなく気になるあなたのこと、少し前からね、なんとなく気になるのよ。あなたのこと、思うと笑顔になる。メールが来るとそわそわして、声が聞けたらほっとして、会えた時にはドキドキ、大好き、あなたが大好き。今はまだ打ち明けられない、なくしたくない、大好き、あなたが大好き。心に羽が生えて飛んで行きそう。いつだって気になるのよ、あなたのこと。何をしててもね、いつだって気になるのよ、あなたのこと。思うと不安になる。メールをすると切なくて、電話をすると会いたくて、会えた時にはドキドキ、大好き、あなたが大好き。いつかきっと打ち明け、離れたくない、大好き、あなたが大好き。体中ピンク色に染まりそう。
が大好き。心に羽が生えて飛んで行きそう。大好き、あなたが大好き。ララ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 ラ。大好き、あなたが大好き。今すぐあなたのところへ飛んで行きたいの。ありがとうございます、次はですね、ミキさんに伴奏をお願いして、イタリアの作曲家マスカーニが作りましたアベマリアを歌いたいと思います。この曲はですね、本当はカバレリア・ルスティカーナという、オペラの中 の, かあの、ね、感想曲なんですね。で、オペラ自体はあんまりその演奏することがなくなってしまったんですけども、この曲だけが、なぜかですね、よく演奏されるようになりました。歌詞もつきましたし、なので歌い手もたくさん歌ってますし、あとは、オーケストラでもね、演奏されることがありますよね。なので、CM とか映画などでも、お耳にされたことがある方いらっしゃるかと思いますが、ぜひ聴いてみてください。
ありがとうございます。ではまたピアノに戻りまして、もう一曲歌いたいと思います。次の曲はですね、グラーツィエという私のオリジナル曲です。この曲では、私の夫である大吾田誠さんにもギターで参加していただきます。はい、じゃあいいですかね。はい、ではグラーツへ聴いてください。ワン、ツー、スリー、フォー。
ありがとうございました。次はみくみ、みくみのダンス。はい、みくみはですね、私の子供なんですね。あ、子供じゃもうお姉さんね、高校1年生のお姉さんでも私の子供。はい、でですね、みくみは私のお腹の中にいるときに、お腹の中で溺れてしまっていたんですね。妊娠7ヶ月のときにお腹の中でちょっと溺れてしまっていて、まあ、それが原因で私もみくみも命が危ない時があったんです。で、まあ、いいドクターに出会って、みくみがお腹の中にいる状態で手術をしてくれるっていうね、胎児治療をしてくれる素晴らしい先生がに出会って、でもその先生のおかげで奇跡的に命をね取り留めることができて、もう私も今ここにいる感じなんですけれども、はい、でですね、まあ生まれてきてくれて、まあ、どんな名前にしようかなっていうふうに考えたとき、まあ、このみくみっていう名前がですね、未来美しいって書いてみくみっていうんですけれども、まあ、みんなの未来を美しくしてくれる人になってほしい、そして彼女自身の未来も美しくなるようにということで、ちょっとね変わった名前ですけどね、みくみってね可愛いなと思ってそういう名前にしてみました。はい、でですね、まあ、お腹の中にいた時にそんな溺れた状態だったりとか、彼女自身ももう本当にね、もうまん丸水ぶくれみたいになっちゃってたんですね、お腹の中で。で、胎児治療をしたこともあり、生まれてきた後に、まあ、元気に育つかわからないっていうふうに先生に言われてたんですけれども、ね、今もう16歳に、9月1日で16歳になったね。なったんですけど、もう16歳になるまでこんなに元気に育ってくれて、で、まあ、ミラクルテレビの中で、みくみがダンスが大好きっていうこともあって、まあ、表現の場を作らせてもらいたいということで、みくみのダンスパーティーっていう番組をさせていただいておりまして、まあ、それを見た心踊歌バンドの北に正道さんが、まあ、今回のバンドのゲストとしてオファーしてくださって、で今回こういう場で一緒に踊ることができることになりました。ありがとうございます、本当に。はい、ではですね、みくみが踊りまして、シンガーソングライターの大石彩子さんが歌ってくださいます。そして丸山さんがまたボイパで盛り上げてくださって、はい、ではですね、演奏お願いいたします。はい、では、2曲踊ってくれますみくみさんね。まずはパプリカから行ってみたいと思います。パプリカだよ。遊び回り日差しの街、誰かが呼んで
ありがとうございます。